はい、プレボルドーム野球人です。今回も外国人助っ人の途中補強についてお話していきたいと思います。で、その中でも現在トリプル A で活躍するマイナー契約の選手、MLB のね、ロースターに入っている選手ではなく、トリプル A で好成績を残しているマイナー契約の選手、そこに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、前回は右打ちの外野手を見ていったんですが、今回は左打ちの外野手ですね。こちらを見ていきたいと思います。まあ、右打ちの選手もね、面白そうな選手いたんですが、まあ、割と実績のある選手はね、左打ちの選手が多いなっていうところもありますし、まあ今回も6選手ほど取り上げて見ていきたいと思いますんで、まずはこの選手からチェックしていきましょう。はい、まずは1人目、ベン・ギャメル。2010年 MLB ドラフト10巡目指名の選手、出身地はアメリカ。1992年5月17日まで31歳、180センチ84キロ、ポジションは外野、ファースト守る、左投げ、左打ちの選手でございます。ギャメルは2014年にヤンキースで MLB デビューすると、8月にトレードでマリナーズに移籍、翌年にレギュラーに定着すると11ホーマーを放ち、規定にも到達します。その後は様々な球団を渡り歩き、レギュラーとまではいかないものの、毎年100試合以上に出場する活躍を見せておりました。しかしさっきはレイソーマイナー契約を結ぶも、MLBに昇格できず、7月にパドレスへトレードされ、6試合に出場するも結果を残せず、オフに FA となります。そして今シーズンはここまでメッツのマイナーでプレーしているということですね。はい、このベン・ギャメル、メジャーでの実績がある程度ある選手でございまして、 MLB の通算は685試合で2割5分2厘、1965打数の496安打、40ホーマー200打点、 OBS0.716 としっかりね成績残しております。まあ、打率も2割5分ありますし、 OBS も 0.7 を超えている、助っ人で来そうな選手のラインとしては結構高めなところかなっていうふうに思います。で、キャリアハイは2017年、134試合で2割7分5厘、509打数の140安打、11ホーマー、 OBS0.735 と、まあこうめちゃくちゃね打っていたわけではないんですが、まあただ規定にも到達しておりまして、2割7分2桁打っているっていうところもあるんで、やはりこの年がキャリアハイなのかなというふうに思います。ただまあ去年はですね、6試合で打率2割、15打数の3安打、 OBS0.467 と、ほとんどねメジャーで出ることはなく、今シーズンもいい契約っていうのはつかめず、まあ、マイナー契約、スプリット契約からのスタートということになっております。で、スプリングトレーニングにも言われておりまして、オープン戦では11試合1割8分2厘、22打数の4安打、OBS0.444 と、こうなかなか結果を残せず、こうメジャーに上がればね、120万ドルっていうスプリット契約ではあったんですが、今のところね、上がることはできずに、マイナーでプレイしていると。ただまあそのマイナーでは20試合で2割7分4厘、62打数の17安打、4ホーマー。OBS0.918 と、しっかりと成績残しております。特にまあフォアボールっていうのもねたくさん選んでおりますし、ホームランも4本打っている、実績もねしっかりある選手でございますんで、やはり候補には入ってくるのかなというふうに思います。で、去年のね年俸は 9.2 万ドル約1400万円、ほとんどねメジャーにいることはなかったんで、あまり稼げてはいなかったのかなというふうに思います。まあまだちょっとね今年のスプリット契約はおそらく解消はしてないのかな、まあまあなのでちょっと引っ張ってきにくいなっていうところはあるんですが、それでも実績打力は十分な選手かなというところもありますし、まあ、外野ファーストとこなせる選手でございますんで、まあ、もしね、途中補強で引っ張ってこれれば、まあ、かなりね、レベルの高い選手かなというふうに感じますが。はい。では、続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目はサム・ヒリアード。2015年 MLB ドラフト15巡目指名、出身地はアメリカ。1994年2月21日まで30歳、195センチ108キロ、ポジションは外野、左投げ左打ちの選手でございます。ヒリアードは2019年にロッキーズで MLB デビューすると、87打席で7ホーマーを放ち活躍を見せると、翌年の20年はコロナで60試合制の中6ホーマー、21年にはキャリアハイとなる14ホーマーを放つなど、低打率ながらキャリアハイを残しておりました。しかし22年は不調に陥るとオフにトレードでブレイブスへ移籍すると、40試合の主張にとどまりましたが、 OBS0.726 とまずまず成績を残し、オフにオリオールズで移籍、そして今シーズンは開幕前にフルスロッキーズに復帰し、ここまでマイナーでプレーしているということになっております。はい、このサム・ヒリアード、彼もねメジャーで実績ある選手でございまして、 MLB の通算は254試合で2割1分5厘、642打数の138安打、32ホーマー、 OBS が 0.718 と低打率ながら、ホームランはね30本を超えておりまして、 OBS も 0.7 台、で盗塁もね19盗塁とまずまず走っております。で、キャリアハイは2021年ですね、81試合で2割1分5厘、214打数の46安打、14ホーマー、 OBS0.757 と、まあこの年もね打率は低いんですが、ホームランキャリアハイの14本、 OBS も 0.7 中盤ありまして、しっかりとね成績残しておりました。で、去年はね試合数は少なかったんですよね、40試合、ただまあ打率2割3分6厘、17安打で3ホーマー、 OBS0.726 と、まあ、打席数少ないながら OBS は 0.7 を超えておりましたし、悪くはなかったと。ただね、オープン戦スプリングトレーニングで15試合、1割7分2厘、29打数の5安打、 OBS0.652 と、ちょっとねオープン戦で活躍できず、こうメジャーのね40人枠から外れていた形になります。で、現在はマイナーでプレーしておりまして、トリプル A では20試合、3割3分3厘、81打数の27安打、3ホーマー、5盗塁、 OBS0.972 という成績になっております。はい、
まあ、ここまでトリプル A で彼もしっかりといい成績残しておりますし、まあ、高打率でありますし、ホームランも打っていて、で、まあ、盗塁もできるということになっております。まあ、身体能力の高い選手かなっていうところでありますし、年齢的にも30歳と、まあ、いつこっちにね、来ておかしくもない年齢かなっていうところでありますが、で、年俸に関してはですね、さっきとより今シーズンね、実はもうまとまった契約っていうのを取っておりまして、80万ドル約 1.24 億円ということになっております。まあ、開幕前にね、DFA になってはいたんですけど、まあ、それなりのまとまった年俸が入っているということになっております。まあ、なんでこれがどうなるかっていうところではありますよね。とりあえずまあまとまった年俸をもらっていて、こっちでねまたプラスでいい契約を取りに来るのか、まあそれともね余裕があるからまだ日本に来なくていいわみたいなね発想にもなってくるかもしれないんですが、まあとりあえず今期の年俸80万ドルは確定している。まあただマイナー契約で42役には入っていないんで、割とね動きやすくはあるのかなというふうに思いますが、で彼に関してはやっぱね3秒揃ったスラッガー、まあパワーもねしっかりありますし、足もねかなり速いで、守備に関してもセンターはそこまで上手くないかなというところであるんですが、まあ両翼であれば問題なくね守れるんじゃないかなっていうところはありますし、やはりね来日しそうな候補の中だとかなりグレードは高い選手の一人かなというところでございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目はデビッド・ダール。2012年 MLB ドラフト1巡目指名、出身地はアメリカ。1994年4月1日まで30歳、185センチ90キロ、ポジションは外野、右投げ左打ち。2016年にロッキーズで MLB デビューすると7ホーマー放ち、翌年の17年にキャリアハイとなる16ホーマー、18年には100試合に出場して15ホーマーと高い打力で MLB に定着します。しかし20年は故障もあり低迷すると、翌年はレンジャーズに移籍するも打率2割前半と結果は残せず、シーズン途中に FA となりブルワーズに移籍します。さらに22年に MLB の賞なしに終わり、昨年もパドレスで4試合に賞いたしましたが結果は残せず、今季はここまでフィリーズのマイナーでプレーしているということになっております。はい、このデビッド・ダール、まあ、ドラフト1位の選手、 MLB の通算は331試合で2割7分1厘、1152打数の312安打、43ホーマー17盗塁、オーベス 0.780 と、まあ、メジャーの、ね、通算見ていくと結構打ってますよね。打率も2割7分ですし、オーベスも 0.7 後半と、キャリア編は2019年100試合で3割2厘、374打数で113打15ホーマー、オーベス 0.877 と、規定には、ね、到達していないんですが、まあそれでもね打率3割打って15ホーマー、オーベスも 0.8 後半というところもありますんで、こうかなりね打力に関しては MLB でも通用していたということになっております。まあ、ただですね、近年はこうガクンとね数字が落ちてしまって、 MLB では昨年4試合で1割1分1厘、9打数の1安打、オーベス 0.555 と、もうほとんどねメジャーでは出れていなかったということになっております。まあそれもあって今季はねマイナー契約でキャンプに呼ばれておりまして、オープン戦では16試合2割5分、36打数の9安打2ホーマー、オーベス0.782と、まあ、そこそこは打っておりましたが、ローサーにね入るまでとはいかずマイナースタート。でここまでねトリプル A では14試合で3割7分8厘、45打数17安打3ホーマー、オーベス 1.139 という成績になっております。まあ、まだね打席数は少ないながらかなりね打っているかなというところはありますし、出塁率もねしっかり高いということになっております。でさっきの年俸は 33.6 万ドル約5200万円で、今シーズンもねマイナー契約っていうところもありますんで、こうなんとか引っ張ってこれないかなという選手でございます。まあ、ポテンシャルはねドライチっていうところもあったんで間違いなく抜群、まあ、メジャーでもバリバリ打っていた選手でございますから、まあ、もしね連れてくることができれば、まあ、結構やれるんじゃないかなという選手の一人でございますし、身体能力もねしっかり高い選手なんで、先に見た2人と同様にかなりね注目の選手かなというところでございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて4人目はブライン・マドリス。2017年 MLB ドラフト9巡目指名、出身地はアメリカ。1996年2月29日生まれ、28歳、183センチ94キロ、ポジションはガイアファースト、右投げ左打ちの選手でございます。パイレーツでキャリアをスタートさせると、2019年に AA に8昇格、8ホーマー記録します。しかし翌年は新型コロナの影響でマイナーが開催されなかったため、オーストラリアのリーグにも参加します。マイナーが再開された2021年にはトリプル A にも8昇格し、順調に成長を見せると、22年には MLB デビューも果たし、39試合に出場。しかしオフニーレイズに移籍した昨年は前年を下回る12試合の負傷にとどまり、オフニー FA となると、今シーズンはタイガースをマイナーでプレーしているということになっております。はい、このブライン・マドリス、パラオ系アメリカ人のね選手でございまして、 MLB の通算で見ていくと、51試合で1割7分3厘、139打数の24安打1ホーマー、オーペス 0.500 と、まあ先のね3人と比べるとメジャーの実績っていうのはねあまりない選手ということになっております。で去年も12試合で1割5分4厘、26打数の4安打、オーペス 0.459 と、30打席
ほど経っておりましたが、あまり結果を残せず。で、トリプル A ではね、100試合で2割3分5厘、378打数の89安打、15ホーマー、12盗塁で OPS 0.762 と、こう低打率でめちゃくちゃ打っていたわけではないんですが、まあでもパンチ力と足もね、あるっていうところをアピールしておりました。で、今年のオープン戦ではですね、結構打ってたんですよね。21試合で3割4厘、23打数の7安打、2ホーマー、OPS 1.076 と、打席数はね、そこまで多くはなかったんですが、まあでもホームランも2本打って OPS も 1.0 を超えている。上々の活躍でありましたが、MLB にはね、上がれず。で、今年のマイナーでは19試合で3割9厘、55打数17安打、2ホーマー、OPS 0.942 と、オープン戦同様ね、好調を維持しているということになっております。で、彼に関してはね、さっきの年俸 12.7 万ドル、約2000万円。で、まあ今年度で29歳、それなりの年齢ではありますし、今までこう、大型契約っていうところもね、取っていた選手ではありませんので、まあそろそろね、日本に来てもおかしくない選手かなというふうに思います。で、実績もね、そこまでない選手でございますし、割とこう、安価で狙えそうなラインの選手にはなってくるのかなというふうに思いますし、まあ外野だけでなくね、ファーストを守れるっていうところもありますんで、先ほどの3人と比べるとね、グレードは落ちますが、全然可能性のある選手かなっていうところでございますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい。続いて5人目は、トラビス・ブランケンホー。2015年、MLB ドラフト30名指名。出身地はアメリカ、1996年。8月3日生まれ27歳。188センチ、106キロ。ポジションは外野ファースト、セカンド守る右投げ、左打ちの選手でございます。ブランケンホーはツインズでキャリアをスタートさせると、19年に AA に8昇格、18勝馬を記録し、オフに40人枠入り。翌年は新型コロナの影響で、マイナーが開催されませんでしたが、9月に MLB デビュー。しかし21年は結果を残せず、5月に DFA となると、短期間で3球団を渡り歩き、最終的に3つで MLB に昇格し、初ホーマーも記録します。それでも2022年は1試合のみの勝に終わり、昨年はナショナルズのトリプレーで23ホーマーを放つも昇格はなく、今季も同球団のマイナーでプレーしているということになっております。はい、このブランケンホーン、 MLB の通算は36試合で1割6分7厘、60打数の10安打、2ホーマー、 OPS 0.582 と、彼もですね、メジャーの実績はほとんどない選手ということになっております。で、去年も10試合で1割6分1厘、31打数の5安打、1ホーマー、 OPS 0.555 と、あまりね、活躍はできず。ただね、トリプレーでは108試合で2割6分2厘、393打数の103安打、23ホーマー、 OPS 0.877 と、トリプレーではそれなりにね、活躍しておりました。まあ、フォアボールもね、しっかりと選んでおりまして、割とこう見れるね、成績ではありますよね。で、オープン戦ではね、8試合で2割5分、12打数の3安打、OPS 0.750 と、そこまでね、多くは起用されておりませんでしたが、まあ、ヒットも3本出ている。で、今ね、トリプレーで21試合で3割1分3厘、80打数の25安打、6ホーマー、OPS 1.027 という成績になっております。去年もね、まずまずではありましたが、今年はもうすでに6ホーマーを放っております。しっかりとこう長打もね、出ておりますし、状態は悪くなさそう。で、さっきの年俸もね、 11.6 万ドル約1800万円ほど、あまりメジャーにいなかったんでほとんどもらっていない。で、まだね、27歳と若く、で、外野だけではなく内野の経験もあるんですよね。まあ、去年からね、もうね、外野とファーストしか守っていなかったんですが、まあでも2022年まではセカンドもね、出ていたっていうところもありますし、その辺を守れる可能性もゼロではない。で、サードとかのね、経験もありますし、こう割とユーティリティで活躍できる可能性のある選手かなっていうふうに思います。それを考えるとね、割と使いやすい可能性もありますし、いろんなね、球団にフィットする可能性のある若い選手かなというところではないでしょうか。はい、で、次は最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後ですね、6人目はドリュー・アバンス。2018年 MLB ドラフト33巡目指名。出身地はアメリカ、1996年6月13日まで27歳、178センチ、88キロ、ポジションは外野、左投げ左打ちの選手でございます。ドジャースでキャリアをスタートさせると、2019年途中に AA に8昇格し、6ホーマーを記録します。翌年は新型コロナの影響で、マイナーが開催されなかったため、公式戦の使用はありませんでしたが、21年は初めてトリプレーで開幕を迎えると、翌年の22年には1年間使用し、40盗塁をマークするなど活躍します。それでも MLB にはなかなか昇格できず、昨年の23年もやや成績を落としたため、昇格はなし。そして今季もここまで、ドジャースとマイナーでプレーを続けているということになっております。はい、このドリュー・アバンス。ドジャース参加のね、マイナーでプレーを続けている選手でございました。MLB の経験というのはない選手ということになっております。で、トリプル A ではね、昨年129試合で2割5分4厘、508打数の129安打、11ホーマー、23盗塁、出塁率が3割8分、 OPS 0.735 と、まあ、去年はね、そこまでめちゃくちゃ打っていたわけではないんですが、まあ、ただ出塁率はかなり高く、盗塁もね、しっかりできる選手ということになっております。で、去年はドミニカウィンターリーグにもね、参戦しておりまして、20試合で2割6分3厘、57打数の15安打、1ホーマー、 OPS 0.768 と、打点のね、リーグではありましたが、まずまずの活躍を見せております。で、今年のね、オープン戦では14試合で3割6分8厘、19打数の7安打、
オーベス 0.954 と、そこまで打席数は多くないものの、ヒットをね、7本放っておりまして、結果を出しておりました。で、今シーズンのトリプル A でもですね、20試合で3割3分、88打数の29安打、1ホーマー6盗塁、オーベス 0.927。今季もね、トリプル A では、しっかりと成績残してくれておりますし、成長っていうのは見せているのかなというふうに思います。で、年俸に関してはね、マイナー契約のため不明、トリプル A の給与のみかなというところであります。まあね、こうメジャーの実績がないっていうところはあるんですが、こう若いセンター候補として面白い選手かなというところではありますし、まあそこまでパワーはね、ない選手ではございますが、しっかりと選球が待って、足も速く、まあセンターもね、こなせるっていうところでございますから、こう注目の候補ではあるかなというふうに思います。こうまだね、ずっとドジャース参加でプレーを続けているっていう選手でございますが、そろそろ来日候補にも入ってくるのかなというところでございますが。はい、というわけで以上ね、6選手見ていきました。最後、さっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていったのは現在トリプル A で活躍する左の外野手ということになっております。まあマイナー契約の選手っていうところに絞ってみていったんですが、名前をね挙げていくと、ベン・ギャメル、サム・ヒリアード、デビッド・ダール、マドリス、ブランケンホーン、そしてアバンスということになっております。はい、まあ30代前半から20代後半の選手っていうところ、まあ綺麗にね、実績組と実績のないね、若手組に分かれたかなというところでございますが、まあこんなところかなというふうに思います。まあ右の外野手っていうところも見ていきましたが、左もね、注目選手は多数いるかなというところでありますし、まあ全然話があってもおかしくない選手たちかなっていうところでございます。で、まあまた今後ホットコーナーとかね、二遊間とかユーティリティとかに分けていろいろまた見ていきたいと思いますが、まあ右左とね、外野手っていうところ前回と今回で見ていったというところでございました。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。